はい、どうも、浮士です。UFC4 をまたやっていきたいと思います。今回は、フェザー級トーナメント、第2試合ですね。鈴木千尋選手対平本蓮選手の、リベンジマッチになるんですかね。はい、やっていこうかなというふうに思っております。フェザー級トーナメントということでね、前回から、開始し始めたんですけれども、自分がね今まで作ったキャラクターの中で、トーナメントを組んで、やっているというふうな感じです。対戦はすべてコンピューター対コンピューターでね、やっております。なのでどっちが勝つかは、本当に分かんないっていうような感じですね。で、もちろん作成キャラクターなのでステータスとかは、いろいろそのスタイルによっては、やっぱり変わってきますけれども、トータルのステータスは基本的にあんまり変わらないような感じかなと思います。なので10回やったらね、どっちが勝つかっていうのは本当に、もう分かんないっていうふうな感じになると思います。で、実際ね、戦ってみてどんな結果になるのかを楽しんでいこうという風な感じでございます。はい、ということで、今回は、鈴木千尋選手対平本蓮選手を、この2試合目にね、置いてということで、やっていこうかなというふうに思っております。どんな結果になるのか、ぜひねちょっと見守っていただければなというのと、勝者はね、1回戦目、もう本当にねめちゃめちゃ面白い試合だったので、ぜひちょっとまた見てない方はね見ていただきたいんですけど、朝倉未来選手対、佐々木優香選手の1回戦、未来選手が、勝利したんですけれども、そのね未来選手とどちらが戦うのかというところもね楽しみなところではありますので、ぜひねご覧になっていただければと思います。はい、ということで早速、2試合目やっていこうと思います。 All right, coming up next, a UFC featherweight division fight. はい、ということで、鈴木千尋選手対、平本蓮選手ねやっていこうと思います。今回ね、前回ねちょっと動画でもね出したんですけどね、実際のね試合ももう見た後にまた改めてね、この2人の試合ちょっと見たいなというふうに思いまして、今やっていこうかなと思います。トーナメント的にはねやっぱり自分が作ったキャラクターっていうのはある程度限られているので、例えばその実際やったらねそのレベルが全然違うんじゃないかとかいうところもね、トーナメント表を見るとねそんな風に感じるところもあるかもしれないんですけれども、ただぜひねこう2人がこう1年とか2年とかね、またこういろんな経験を得てまた再戦するみたいなこうイメージでね見ていただければいいんじゃないかなという風に思うんですけどね。でも本当面白かったですよね。もう僕は平本選手のすごいファンなので、勝っても負けてもね本当にこうなんか面白いなっていう風に思ってるんですけど、またね今後の試合もどっちの選手もね、今後どんな試合をするのか、どんな対戦相手と戦っていくのかっていうね動向が気になっていくなっていう風に思った。本当試合としてはそういうなんかこうターニングポイントになるような試合に毎回ね着地させてるっていうところもすごいんじゃないかなと思います。平本選手とね萩原明雄選手もそうでしたし、やっぱりね、萩原選手もねあれからまたスターダムに、のし上がっていったって感じもありますからね。そういう意味でもすごいこう平本選手のね、やっぱりこう試合への持っていき方っていうかすごいですよねというふうな話なんですけどで、今回ね、やっていこうかなと思いますけど、いや毎回見るたびね僕は本当に平本選手の、このキャラクター作るのめちゃくちゃね時間かかったので、相変わらずすごい好きなんですけど、で、鈴木選手ですね。これはもう前回ね、近いところで作成して結構ね雰囲気だけは出てるんじゃないかなと思うんですよね。実際ね鈴木選手めちゃめちゃ男前ですよね。見たらなかなかあんな風にねちょっと作れないんですけど、ストライカー対決ですね。もう本当に寝技は多分ないと思います。今回2人ともタイプはねキックボクサータイプと、鈴木選手はちょっとボクシングタイプというかねやっぱパンチ重視のキャラクターなので、お互いね多分グラウンドの対決にはやっぱなんないだろうなっていう感じですね。さあどうなるのか見ていきましょうかね。おお、ナイス。おお、速いですね。スピード、やっぱ、ありますね。で、鈴木選手はプレッシャーっていう風な、ファイトスタイルなので、
まあ、多分ねガンガン、攻撃受けてもね詰めていくっていうプレッシャーかけていくタイプだから、おーナイスオーバーハンド強いですね。平尾選手はもう本当にねあのキックボクサータイプ、もうスピード、もうとにかくスタンドの、パンチキックスピードはもう一級品だと思います。わガツガツいきますね。さあそうですね、このぐらいこうやっぱりこう距離を取ってね戦ったりするとね、お互いがどうなったのかっていうのも見てみたいですよね。まあ前回の試合も本当にこうもうお互い近い距離で打ち合ってって感じだったので、とこううまさみたいなものっていうのをもうちょっとこう今度は見てみたいなっていうふうになりますよね。おーナイス。さあちょっとスピードでやっぱり平本選手がこうコツコツ当ててる感じがしますけど、どうですかね。うわナイスいいっすね鈴木選手もう打たれながらめちゃめちゃ強い打撃当てますね。うわナイスカウンター、左フックいいっすね。うわナイスアッパー、おーいおお早いナイスコンビネーション、おーいパンチが交差しますね。ういどうですかね、まあもうポイントはもう完全に今平本選手でしょうけど、ダメージ的にも、やっぱりちょっとまだ噛み合ってない感じしますね。まあスピードがやっぱ速いですね。おおコンビネーションが強い。ただ鈴木選手のやっぱ一発のパンチのパワーはあるんじゃないですかね。おいナイス、まあちょっとどしっとこう構えてる感じですね。プレッシャーかけに行くんでしょうけど、お互い引きませんね。はいということで1ラウンド終了ですね。そうですね、まあちょっとお互い様子を見ながらって感じになっちゃったですかね。まあでも打撃で本当に平本選手のキャラクターの方がやっぱり早いんでね、すごいこうまとめてますよね。ちょっとやっぱり鈴木選手のキャラクターの動きがちょっともっとガツガツいってほしい感じがしますね。はいということで2ラウンド目ですね。おいナイス、そう今みたいな感じでいってほしいですね。おおナイス飛び膝、おナイスミドル、おお乗ってますね。おいナイスストレート、ナイスアッパー、おお、おお、ナイス、返しますね、おお、打ち合う。いやー、いいですね、ナイスですね。ああ、お互い止まっちゃった。なんか nice connection with a punch there. It's hard to recall a time in the past that his boxing looked this sharp. He's never looked this good. Look at him drive his chin into the opponent's body with that body kick. さあ残り3分ですね。Some nice back and forth action here. さあ平本選手、おおナイス、うわ強い、うわ鈴木選手やっぱパワーありますね。ダウン取りましたよ、うわ乗ってる、おお強い、ここ今仕留めに行く感じですね。打ち合う、うわやっぱ打ち合いに行ったらやっぱ強い、
ナイス。いやー、これはちょっとまくられましたね、2ラウンド目で。うわー、もう効いてる効いてる。うおー、まとめにいった。プレッシャー強いですね。うわー、強い強っ。さあ、ここで上になる展開ですね。ここでどうなるの。うわー、パウンドいきますね。そうですよね。さあ、削りにいって、おーっと返した。ここはタッチに行かない。おお、意外とお互いグラウンドで勝負しに行きますね。あー、でも、いやー、うまいですね。鈴木選手うまくガードしてますよね。いや、きついですよこれは。お互いに、あー、立ちましたね。あー、立ちました。おー、激しい。いや、このラウンドは完全に鈴木選手でしょ。おお、面白くなってきた。いや、ちょっとね、1ラウンドはやっぱ硬かったというかね、平本選手の方がね、ガンガンこう攻撃当てて、もう鈴木選手が全然ね、手数が出てないなーって雰囲気だったんですけど、ここまくりましたね。強い。うお強っ。さすがですね、ゲームでももう鈴木選手らしさ出てますね。いや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 、いいですよいいですよ、これが見たかったんですよ。これ3ラウンドいくでしょ、もうこのまま。おら、来た、おら、来た、打ち合いに行った。おお、強い。いや、もうね、いかないですね、やっぱね、スタンドでもう最後 KO 狙ってますよね。いや、これ平本選手も引かないんですよね。ガンガン打ち合いに行っちゃう感じで。うわ、ナイス、膝の膝うまいっすね。おい、膝ナイス。あー、でもちょっと効いたかな。膝ちょっと効いてる気がするけど、どうなんでしょう。ただやっぱ顔のダメージ一発でもあと大きいのもらうとちょっと多分 KO されそうですね。ナイスミドル。さあ、プレッシャー強い。うわ、打たれながらいきますね。おら、来た、強い。あ、もうこれ決まりそうですね。決まるかな。おわ、おわーっと、うわー、決めた。右ストレート一戦ですね。強い強い、単純に強い。ナイスファイトですね。これはこれはダメージすごそうですけどね。いや、音もすごいしな。いいですね。らしさ爆発でしたね。いやー、こんな結果になるとは思わなかったな。正直ちょっと平本選手勝つかなと思ってたんですけどね。いや、素晴らしい、めちゃめちゃ面白かった。なんか序盤の感じからすると、あれ、これちょっと全然面白くない試合になりそうだなと思ったんですけど、いや、2ラウンド目からめちゃめちゃ盛り上がりましたね。面白い。いや、なんか本当実際のこう雰囲気というか、鈴木選手の出ましたね。もうパンチでガンガン振っていって、最後ね、ノックアウトで倒すっていうのが、はあ、面白かったな。はい、ということで、第2試合目は鈴木千尋選手が勝利というふうな様子になりました。いや、おめでとうございますじゃないですけど。めちゃめちゃ面白かったですね。はい、いやー、さあどうなるこの大会。ちょっと本当に1試合目から2試合目に続いて、めちゃくちゃノックアウトめちゃめちゃ多いですね。なんか前回結構ね、判定とかも多かった気がするんですけど、今回 KO 勝利がもうね、続いてるんで、めちゃめちゃ面白い感じになってますね。はい、で、いよいよですよ、
逆サイド来ましたね。次の試合はですね、斉藤豊選手対、萩原恭平選手見たいですね。いやー実際に見たいな本当に。まあでもやっぱり斉藤豊選手のグラップリングというかやっぱその、レスリング能力がねやっぱすごいと思うんで、まあ、その辺どういう風になるのかちょっと見どころですね。はい。で、その次の試合もクレベル小池選手対ドミネーター選手ですね。いやー楽しみですね。はい、ということで、今回はね、まあ、第2試合、鈴木千尋選手対平本蓮選手、まあ、鈴木千尋選手が勝利したということで、次回はね、また第3試合、行っていきたいと思います。またね引き続き、トーナメントはねやっていこうというふうに思っておりますので、まあ、しばらくねちょっとお付き合いいただければというふうに思いますので、果たして決勝は、誰になるのか、そして優勝は誰になるのか、ぜひね、想像しながら、予想しながらね見ていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょう。またね。